当時事務所同じで、デスクさんから、はい、なんか梶さんのことすごい尊敬してて、梶さんみたいになりたくてあのこの事務所入ってきた子がいるんで、よろしくお願いしますねって言われたのがすごい実は印象的 で、ただね、なかなかその現場だと話す時間があるわけでもなく、はいはい、まあ、僕はね、僕のそのお芝居に集中しなきゃいけなかったりして、はい、なかなか会話することはできなかったけど、はい、その時からもうそのイメージはずっとあって、あ、そうだったんですね、なんか覚えてくださってるのが超嬉しい、ちゃんとね、はい、であればいろんな話をしてあげたいなと思いつつ、はい、なかなかそういうタイミングもなく、まあ、今度はね、はい、山下くんが主役のこのヒロアカで、はい、共演させてもらうっていうことで、はい、なんかまあ個人的にも嬉しかったです。いや、僕も本当嬉しかったですね。もう本当にね。いやいやいや、なんかそう言ってくれてるっていうのは、はい、はい、当時から知ってましたね。すごく、だからもう本当、いやー、もう頭が真っ白というか。いやいやいや、そんな、僕そんなん言われたのは初めてですけどね。いや、僕も言うのが初めてなんですよ。こういうメディアを通して言うの。今までずっとこう隠してたというか。なんで隠した？あの事務所の、マネージャーさんとかには、うん、もう本当に、そう、だからもう、その、僕こんなんなる